ヘルムート・ヨハン・ルート・ビヒ・フォン・モルト家は、ドイツ帝国の軍人。ドイツ帝国参謀総長。おじ、ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルト家と区別して、ショー・モルト家と呼ばれる。シュリーフェンプランを修正実行し、自らの潜入観で、第一次世界大戦を事実上開始した。1848年に、メクレンブルク地方のゲルスドルフで生まれる。モルト家家は、 メクレンブルクの古い貴族の家系であり、祖父フリードリヒ・フィリップ・ビクトール・フォン・モルトケは、プロイセン軍と、デンマーク軍の将軍、父アドルフ・フォン・モルトケは、ラウエンブルクの管理を務め、母アウグステも、アンハルト・ベルンブルクの名家出身だった。弟フリードリヒ・フォン・モルトケは、1912年に、ビルヘルム・フィルヒナーと共に、南極探検を行い、 後年プロイセン州内務大臣を務めた。名前は、プロイセン王国、ドイツ帝国の陸軍参謀総長を務めたお時代、モルト家にあやかり、ヘルムートと名付けられた。1878年にエリザ・フォン・フイトフェルトと結婚した。エリザは熱心なクリスチャンサイエンスの信者であり、指導者のフランシス・ジールが妻を治癒する姿を見て、感銘を受け信者となった。 参謀総長就任1905年、ビルヘルム2世とモルトケ1871年の、不仏戦争に第七敵団兵連隊で従軍。1875年に、士官学校入学し、1878年に、卒業。1880年より、プロイセン参謀本部で勤務し、1882年に、大モルトケの副官となり、1891に、 おじが死去すると、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の副官を務めた。1902年に、この絵第一不評師団長に任命され、1904年に、参謀次長に任命される。1906年に退役した、アルフレート・フォン・シュリーフェンの後任として、参謀総長に就任する。この人事は、参謀本部内では不評だったが、祖父ビルヘルム1世に習い、 自分のモルトケを持ちたいと願う、ビルヘルム二世の強い希望により押し通された。これに加え、参謀総長候補に挙げられていた、カール・フォン・ビューローとコルマール・フォン・デア・ゴルツは、自立心が強く、ハンス・ハルト・ビヒ・フォン・ベッセラーはシュリーフェンに近かったため、ビルヘルム二世に寄避され、自身の側近であるモルトケを選んだという。モルトケは1909年に最高勲章である。 クロア章賞を授与されるなど、ビルヘルム2世から絶大な信頼を寄せられていた。参謀総長就任間もなく、モルトケは、退仏進行計画、シュリーフェンプランの改定を行い、シュリーフェンが計画した右翼を重視する作戦を放棄して均等に割り振り、中央部を厚くした。このため右翼をやや小さくし、回転半径も小さくした。シュリーフェンプランの原案は、 当時の補給技術を考えれば実現不可能なものではあったが、その修正案でも最終的に平坦上の問題は先送りにされたままだった。第一次世界大戦参謀総長時代のモルトケ1912年8月に開かれた西軍会議の席上で、モルトケは海戦は早ければ早いほど良いですとビルヘルム2世に進言しており、 第一次世界大戦勃発前から退伏戦を主張していた。1914年6月28日にサラエボ事件が発生すると、モルトケは独自に行動を起こし、想定よりも1週間早くベルギーへの侵攻を開始しようと、7月26日に外務省に対してベルギーに最後通告を出すように訴えた。同月31日には、 同盟国オーストリア・ハンガリー帝国の陸軍参道総長、フランツコンラートフォン・ヘッツェンドルフに対し、帰国の戦争を支持することは、ヨーロッパを安定させる最後の手段であると電報を送り、セルビア王国への軍事行動を無条件で支持し、8月1日には、ドイツ軍に総動員令を布告した。8月3日朝には、首相テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベークと会談して、 翌4日に、ベルギーへの侵攻を開始することを通達した。また、モルトケは、ロシア帝国を、中東方面から牽制するため、オスマン帝国に参戦を促していた。これらの行動に縛られたドイツ外交はオーストリアが、希望する戦争以外の選択肢を失ってしまったため、モルトケは、対戦勃発の最大の責任者の一人と、みなされている。中英ドイツ大使。 カール・マックス・フォイン・リヒノフスキーから、イギリスが、フランスの中立を保障するという英国外務大臣、エドワード・グレーの言葉を伝えられた、ビルヘルム2世は、西部戦線に展開するドイツ軍を引き抜き、東部戦線に戦力を集中するべきとモルトケに、告げるが、モルトケは急激な戦力の移動が不可能であると伝え、自身が改定した、シュリーフェンプランに基づく、大仏戦を主張し、 この提案を拒否した。結果的に、リヒノフスキーの情報は、彼の希望的観測に基づく、虚偽情報だったが、ドイツ軍の構成は、マルヌ海戦で頓挫してしまい、モルトケは責任を取り、1914年9月14日に、参謀総長を辞任した。公認の参謀総長には、エイリッヒフォン・ファルケンハインが任命されたが、指導部の交代による指揮の低下を危惧して、 しばらくの間は、交代が公表されなかった。マルヌ海戦の戦況が悪化した際に、モルト家は、ビルヘルム2世に対して、陛下、この戦争は、負けです。という伝報を送ったと言われる。この逸話について、ウィンストン・チャーチルは、辞書の中で、モルト家将軍が、本当に、そのようなことをカイザーに言ったのかはわからないと、記している。多くの歴史家は、 ドイツ軍の敗北の責任は、シュリーフェンプランを改定したモルトケにあると主張しているが、一部の歴史家は、二正面作戦を取らざるを得なくなり、ロシア軍侵攻の危険性があったことが、モルトケの判断を誤らせたと主張している。参謀総長を知りいたモルトケは1914年11月に、参謀次長に任命されたが、間もなく、 東部方面軍のエイリヒルーデンドルフと共に外交交渉による戦争終結を模索していたファルケンハインに退陣を要求するようになった。このためファルケンハインは兼務していた戦争大臣を解任されたが参謀総長の地位には止まった。1916年6月18日健康状態が悪化していたモルトケは コルマ・アル・フォンデア・ゴルツの国葬に参列中に脳卒中を起こして死去した。遺体はベルリンの軍人墓地に埋葬され、後に妻、エリザの遺体も埋葬された。ベルリン軍人墓地にあるモルトケフ夫妻の墓神経質な性格かつ無双家であり、軍事演習の際しばしば落馬したが、その手にはゲーテのファウストが握られていたという。今日ではその聖母は、 もっぱら偉大なおじの名声に基づくものだったと評価されている。哲学書や文学書、絵画を好んでいたが、何よりも音楽が好きで、特にメンデルスゾーンとバッハの音楽が好きであった。自らチェロを弾くこともあったという。また、神秘思想家のルドルフ・シュタイナーと親交があり、ドイツは対戦に負けるというシュタイナーの予言に影響されたと言われている。モルトケは、 ドイツ全軍を指揮する立場だったが、緊張のあまり激しい神経衰弱に陥っていた。また、第一次世界大戦直前にも脳卒中を起こしており、戦争指揮に悪影響を及ぼす要因となった。ありがとうございます。